こんにちは、家族収納の赤木ゆりです。今日はですね、とあるところに来ています。これどこなのかっていうと、 Y スタイルのバッグを作ってくれてる工場に、来ています。新作のバッグがこれからね、たくさん出てくる予定なんですよ。どんな風にね、作っているのかとか、こう制作過程なんかもこう皆さんにね、見て納得していただいてね、買っていただけるように、どんな風なのかっていうのをちょっと紹介していきたいなと思いますので、もうちょっと一緒に見学の方していきたいと思います。それではスタート。型紙をさ、ここで CAD で作って、そこから型取ってくらしい。あ、すごいすごい、組み立てる前のだ。あ、型ができた。すごい、ちゃんとここが見るとこなんですね。ここは今サンプルを作ってくれてる工場で、ここでデータにしたものを形にしてってくれてるような場所。これから技術がいりますよね。こう手で縫いますもんね。人の手の感覚でその時その時で変えていってるってことですか。本当に一個一個感覚で見ながら作ってくださってるってことで、一個一個丁寧にね、手自体にどこをどんな風に縫うかっていうのを読み込ませてしまって、それが縫ってくるんですか。ギリギリを押さえて縫うことによって、やっぱこうシワにならないようにとか、見てたらすごい近いなって思って、なんか針刺さないかドキドキしながら見ちゃうんですけどね。じゃあそこで一回必ず止まるようなセッティングをされてる。このプラスチックの型、今さっきやってた。そうですよ、こういった一個一個これを作るってことですか。そう、アクリル一個一個作って、一個のカバンのポケットの方針だったらポケット用のこれを作って、でそのカバンで他にコンピューターで縫う箇所があったら、それよりまた作って、このカバンのそのパーツ用専用みたいな。そうなんですね。これ一個作るのに何個型がいるんですか。あれ待って、うちのバッグってすごいポケットいっぱいあるんですけど、パーツが多いとだからその分手間がそんだけかかって、こういうパーツも増えるってことですね。棚一個増やさないといけないから。そうですね、専用の棚がまたどんどんできると前ツール多いんですけどみたいな感じになってくる。だんだんカバンって立体的になるので、ミシンの形もそれに合わせて変わっていくんです。一緒に頑張ろうみたいな感じになってきました。あ、そうです。なんか、では目標の数値っていうのを決めてて、あ、そうです。このチームでこんだけ上げようっていうのを決めて、計測力が。ちょっと愛情もきますね、なんか。そうなんです。そういう思いが乗っかってさ、カバンが出来上がっていけるから。いろんなパーツとかをさ、いろんな人たちの思いが入って作られていた。なんかカバンだけ売ってるとさ、パンってできてる感じするじゃん。違うからね。一個一個職人さんが丁寧に作ってる、やっぱこれからも見て見てって感じ、全然やっぱり違うと思うから、丁寧に作ってくださってるっていうことですよ皆さん。一種類のカバンを作るのにどれだけの工程があるか全部洗い出して、え、こんなにあるんですか。ポケットいっぱいのカバンとか作ってると、これがもうずらーって下までいっちゃうみたいな感じです。3倍ぐらいあると思います。3倍ぐらい。だからさ、1個作るとさ、すぐ終わっちゃうとさ、なんかもったいなくなる。うん、使う時もさ、大事に使いたくなる。大事に使いたくなってくる。柔らかいかは難しいんですか。使っちゃってるよ。使う方は分からないじゃない、ね、だけど、やっぱり難しいとかあるのよ。人もできる、立体的に縫える。すごい。カバンって本当にいろんな種類の工程があって、やっぱ人の手じゃないと縫えないんだなと。資材、金具、テープ、ファスナーとか、そういった感じのものがこちらにありまして、生地も種類一つにとって普通の生地であるとか、この後ろに加工がしてある生地とかかなりありまして、まあ、自社の方なんですけど、こう番号とかでそういうのを管理してます。そういったもので。そんなにあるんですね、細かく。あります。全部革のカバンとかってなると、かなりパーツ大きいですよね。大きい。そういった時に、型紙を置きながらとか、どこにどう入れようっていうふうな形を考えながら、頭で考えて裁断していく。こういうふうに見てもらったら、そうなんです。で、まずこの革にデータで投影してあるんです。それをこのまま操作で入れ込むことができるんです。
すごい。ここにこれを置くと、さっきここでデートセットしたやつ、はい、カットしてくれますか、これ。そうです、この辺でも質感がこんだけ違います。本当だ本当だ、あ、わかります、わかります。ちょっとずつ違ったりするけど、うん、やっぱそれがまたいいんだよね。ちゃんとカバンになった時に違和感そう合わせてくれ、合わせてくれてるの。このセットだったらもう一緒ですもんね、はい、うんうん、いやこれはこれ本当機械じゃ無理よ。コバっていう薬品を処理していくんですけど、はい、でそれを塗ってやることで要は防水性を持たせたりする、まあ、あと見た目ですとか、コバ塗りの感じでもうカバンの雰囲気が変わるんですよね。そういうとこのね、細かさがやっぱり伝わると嬉しいんですけど、液体を均一に塗るのはなかなか難しい、難しいですね。色の違いがはっきりした、はい、革の色とコバの色がしっかりしてる、はみ出してしまった時によくは目立ちますね、はい、白い革にブラウンのコバそれは難しい見てこれ重たいのよ、ほらこれよ、これは革、おー、でこれの状態から合成現場、合成現場で今日本当に楽しみ、すごい一個一個やってるんだから、すごいね。これ片押しって呼ばれる革でして、超有名なフランスの革で、見たらわかりますね。キルレザー一等分、一等分ですかこれ。こっちは頭ですね。ハーフが一番高い、だいたい生まれて6ヶ月ぐらいまでの牛の皮、希少価値が高いですね。なので肌目が非常に細かいんで、人でもそうですもんね。肌感が綺麗でしょ。それと一緒で若い子ちゃんだからツルツルだもんね。だって綺麗だもんな。そりゃ貴重だよ。すごいいい子。え、こんなに大きいですか。大きいね。これは大人だ。拳と全然違う。背中からお尻に、うん、こういう風に伸びていきますので、力がかかるものとかだとすぐ伸びてしまうので、そうならないように繊維の伸び方法とか、この大人の革とこのカーフレザーだったら金額的にはどれぐらい違う。4倍ぐらいでしょ。4倍。でもこれもいいやつだからね、イタリアンレザーだから。カバン作るカバンによっても全然雰囲気が持つシーンだったりとか、軽さも違ったりとかもするし、そういうのをね、相談しながら決めている。次は検品してくださってる場所に来ます。検品データの方を、やっぱりここで人の目で見るっていうのが大事なの。どうしても人が作ってるものですので、不良はどうしても出るんです、うんうん、ここ、はい、そこ、これ、はい、よく見つけますよ。僕らはたくさん作ってても、お様にとっては唯一一本なので、そういうところの気持ちをしっかりと自分たちは受け止めながら作らないといけないなということが、会社の中ではずっと合言葉でやってることなので、品質っていうところがやっぱりお客様の信頼につながるっていうところで一番力をこう入れさせてもらうというところではありますね。ここまでやってくださってるのはやっぱり安心感にもつながるんじゃないかなと思いますね。買う方はすごく期待して買うし、やっぱりワクワクしてるし、うん、その時にこれだけ検品してくださっていいものが届くって嬉しいことだと思うから、うん、そこに神経注いでくださってるっていう、そこまで見ていただけると、どれだけチェック体制も厳しいのか分かっていただけるかなと思います。収納が気になっちゃうけど完璧ですね。ちょっとこの辺の芯をもう抜いて、めちゃくちゃいい、あ、いい、いい、あるんですけど、まあ、ドキメンチャーいや、すごい良かった、勉強になったし、革とかだけでも種類もめちゃくちゃいっぱいあるしね。とにかくすごい、いろんな人が加わって作られてるっていうのをちょっと感動しちゃった。どういう工程かけて作ってってるのかっていうのが多分、まあ、ちょっと見ただけでも分かってもらえたんじゃないかなと思うしね。ポンと出来上がってきてるわけじゃないんだっていう感じ。すごい。まだここでね、紹介したのは本当に一部だけども、カバン1個ずつにその工程がね全部あるから。で、特にうちのバッグに関してはさ、ポケットが多いわけじゃん。っていうことはそのかかる量もさっきも3倍って言ってたけれども、工程数も手間がかかってる。うん、カバン
もいいんだけれども、さらにそこに手間っていうのと人がどれだけの人がかかってるかっていう、やっぱそこがちょっと見てもらえたら嬉しいなと思いますね、うん、ちょっと感動した今日よかった。ワイスタイルのポップアップが東京、大阪で開催されます。魔法の収納シリーズのバッグや財布が実際に見て購入できる期間限定ストアが登場。11月1日から7日まで阪神梅田本店、12月6日から12日まで大丸東京店。当日は赤くゆりも店頭に立ちますので、お友達をお誘いの上遊びにいらしてください。ぜひお待ちしております。探し物がゼロになるリュック、人気の魔法の収納シリーズに新作バックパックが登場しました。リュックの中がごちゃごちゃで物が取り出しにくい、そんなお困りごとはありませんか？整理収納アドバイザー考案の全28ポケットの多機能リュックなら探し物がなくなります。3つのエリアで使いやすく大容量、下ろさずに鍵が取り出せるナスカン付き。大切なお財布は背面ポケットで出し入れしやすく、防犯上も安心。上部にはアクセスしやすい防水仕様の天空ポケット付き。今までにない使いやすさにこだわった魔法の収納バックパック。詳細は概要欄から。